今回はこのような、画面がワイプしてモノクロになりつつも、この赤い部分だけですね、が残るような、まあ、イメージ的な感じですね。このような動画の作り方を紹介します。まあ、色を残しながらワイプしていく、このような原理をどうやってやっているのかっていうことですね。っていうのを紹介します。ではまず、このような素材があります。再生すると、まあ、南国のリゾート地ですね。花、赤い花がある場所からパーン、カメラが動くと、まあ、より緑のところですね、があるというのは動画になってます。で、まずこれの、動画ですね、の色、赤い部分、まあ、右側が中心ですね。まあ、左にもちょっとポストとかあるんですけれども、まあ、右側の赤い部分の赤を抽出していきます。抽出の仕方は、以前、この講座の最初の方にも説明してるんですが、色残して、こちらのエフェクトの色補正をまず適用します。そして、このインスペクターのカラーボードのところを、失礼しました。カラーボードの、色補正の部分のこちらのマスクの部分ですね。で、カラーマスクを追加を選択します。すると、まあ、この部分にスポイトがありますので、スポイトで色を抽出、ちょっと拡大します。まあ、この辺ですかね。はい、抽出して、で、カラーボードに行きまして、先にやりたいのはマスクの外側ですね。今赤い部分だけ、抽出しています。それを調べるには、このマスクを表示、こうすると、もう今鼻の部分が抽出されているのがわかります。まあ、ちょっとここは後で整理するとして、マスクを表示を解除しつつ、カラーボードへ行って、サチュレーションのこの鼻以外の部分をモノクロにする。なので外側、そしてサチュレーションを下げる。まあ、それと赤い部分が残りますね。まあ、ここはまだ汚いので、まあ、このようにやっていくと、赤の抽出する場所が出てきます。まあ、これがちょっと調節していきますね。ちょっと色が薄いところを抽出したので、もう一度やり直します。カラーマスクを追加で、はい、赤い部分を、これをスポイトを押しながら、ちょっと上下にすると選択範囲が決められます。まあ、この辺ですかね。で、もう一度カラーボードでサチュレーションを外側で落とす。そして強めに出す。そうすると、だいぶ赤色の部分を残せるようになりました。まずこれが第1個目です。そして、今出来上がったものをコピーして上に接続します。で、これとこれだと同じモノクロのものをやっても意味がないので、色補正を消します。上のレイヤーの色補正は消します。そして、まあ、ある程度この辺、1秒この辺ですかね、あたりでクロップの右側から出していきたいので、キーフレームをクリックで、ある程度進んだ、まあ、この辺ですかね、真ん中に来たら辺のところでクロップを切っていきます。まあ、これが大体半分ぐらいですかね。再生するとこのような感じですね。ちょっと行き過ぎかな。
このようになっていきます。どんどんモノクロが出てきます。こういう感じですね。モノクロ部分がありながらも赤い花の色は残し、まあ、これが不思議な映像で、特にこの上の何もないもの、これちょっとこの辺がサイドが薄いので分かりやすくするために、こちらも色補正を入れて、カラーボードでサチュエーションを、まあ、全体的に上げます。こんな感じですね。すると、あ、ちょっとこれ上げすぎかな。はい、よし、上げ。このような感じですね。サイド上げたものが出て、こうすると分かりやすいですね。再生します。まあ、このように、まあ、こうすることで例えば花を意識させるとかそういったことができるので、いろんな演出方法に代用できるかなと思います。とっても簡単なので、ぜひ皆さんも試してみてください。今回は以上です。ありがとうございました。